火山活動が活発になり立ち入りが規制されている箱根山の大涌谷に3日ぶりに気象庁の観測班が入り調査を行っています。現地から中継です。はい、こちらからですね、およそ3キロ先、あちらに見えます大涌谷では今日も白い蒸気が勢いよく吹き出しています。長年箱根で仕事をしている人に話を聞きますと、これよりも少し少ない量でが吹き出しているのは年に何回か見かけたことはあるが、連日これだけの量が吹き出しているのは珍しいと話をしていました。ただ私は噴火警戒レベルが2になった5日から取材をしていますが、体に感じる地震はこの3日はありません。先ほどからですね、気象庁の観測班や温泉供給会社の職員などが立ち入りが規制されている大涌谷周辺で調査をしています。ヘルメットをかぶった関係者が写真を撮るなどして現地の確認を行っています。気象庁の観測班は蒸気が勢いよく吹き出している場所の地表の温度などを調べていて、これまでのところ周辺で特に変化があったとの情報はなく、火山活動は依然として活発なものとみられます。5日に116回を観測した火山性地震は今日は9時までで14回と回数は減ってきていますが、火山活動には波があることから気象庁は警戒を緩めないでと呼びかけています。一方、観光への影響は出てきています。箱根町は対策としてホームページ上で地図を公開し、規制範囲が大涌谷周辺の狭いエリアに限られているということを伝えています。また温泉旅館の組合によりますと、今週末の宿泊のキャンセルが相次いでいるという情報はありませんが、火山活動を理由にキャンセルされたところはあるということでした。この時期は新緑が美しい時期であることから、組合の担当者は町のホームページなど規制区域などを確認した上でぜひ来ていただければと話をしていました。